歌川広重が、金沢八景小泉合う金沢八景は、日本の武蔵国総城郡、六浦小村と金沢村にかつて見られた、優れた風景から、八景の様式にのっとって8つを選んだ、風景評価の一つ。現在では、金沢八景駅周辺を指す、通称地名になっている。一帯は、風光明媚な入り江が続く、景勝地であったが、まず嘉永年間に、内川入り江の景観が干拓によって失われ、明治末年からの飛行場建設や1960年代以降の都市開発の余波を受けて湾岸が軒並み埋め立てられたため、往時の面影を忍ぶことは難しくなっている。金沢の風景の美しさは、鎌倉時代から認識されていたが、特に鎌倉後期以降に鎌倉五山の禅僧によって、甲州西湖と金沢の風景の類似が指摘された。江戸時代に入り、元後北条氏の家臣であった三浦上信が名所和歌物語の中で少々八景に倣って金沢の地名をなざしたことが金沢八景の最も古い例である。その後も現地否定は流動的であったが、水戸藩主、徳川光圀が招いた明の禅僧、東皐月新古氏が光圀の編纂した新編鎌倉史に基づき、元禄7年に山の上にある能見堂から見た景色を故郷の少々八景になぞらえた七言絶句の漢詩に読んだことで、現地否定が方向づけられ、新越前寺の権威と能見堂や金龍院の八景絵図が版を重ねることで普及した。新越前寺の漢詩によって、金沢八景の名は高まり、江戸市民の観光が、盛んになった。後に、歌川広重をはじめとする多くの浮世絵師が名所絵として描いた。金沢八景における8つの風景。作品の場合は題目。現在では、小泉の八うなどと表しもするが、旧来のは記さずに読む。江戸後期の浮世絵師、歌川広重によって描かれた、大判錦絵による名所絵揃いもの、金沢八景は、彼の代表作の一つであり、かつ、金沢八景の代表作である。全8図。天保5年頃から嘉永年間にかけて刊行された。現在の金沢八景一帯は、横浜市立大学や関東学院大学などが位置することから、学生の街として有名である。鉄道駅として、本線と逗子線の分岐駅にあたる、京浜急行電鉄の金沢八景駅、終点となる、金沢シーサイドラインの金沢八景駅がある。ありがとうございます。